ガッチャマンの歌ご存知でしょうか。は？レストランじゃなくて食堂です。毎日真面目にやってればそのうちお客さんも来るようになりますよ。それでもダメなら、その時はその時、やめちゃいます。でも大丈夫。またのおばさん、わっ、一人増えてます。どこにいたって悲しい人は悲しいし、ごきろえた、寂しい人は寂しいんじゃないですか。でもずっと同じではいられないものですよね。人はみんな変わっていくものですから。どうも。いらっしゃい。カモメ。